黒缶用品は高すぎる。そんな常識ひっくり返す。黒缶板は高すぎる。黒缶 DIY グランプリルール説明です。板の材質は何でも OK、 走法はもちろんフリー走法、板の長さは競技規則にのっとり制限を設けます。予算は3000円以内、ワックスとしてガリウムのものを使用します。なおストックは既製品を使用するものとします。最も安くて速い黒缶板を作れるのは誰なのか、タイムレース形式で競い合います。さあコース紹介です。富澤スプリント 0.92km 1周コース。なおコースの管理者に許可をいただいた上で撮影を行っております。スタートはまっすぐやや上り、そして序盤にこのコース唯一の下り。ここでいかに差をつけれるか、板の滑走性が問われます。そして平地のカーブ、この後に控える上りに備えて体力を温存しつつスピードを殺さないことが求められます。ラスト大きな上り、ここを上り切ればゴールとなります。果たして優勝するのは誰なのか。3種類の自作黒缶板でこのコースに挑みます。カムイ黒缶。やっぱりもともとスキーって木製だったんで、原点回帰っていうか、レルヒ対比の時代に、大佐の時代に戻って頑張ってみようと思います。さあ始まりました、黒缶 DIY グランプリ最初のソースです。おっと、しかし板が全く滑っていません。これはどうしたことか。向きは気温が低かったからワックス選択を誤ったかもしれませんね。ワックスとかの問題ではない気がする。早速クラシカルソーファレット切り替えています。もうここは切り替え大事ですよ。なんか思ってたのと違うな、なんか。さあ下りへと差し掛かりました。ここで滑らないようでは黒カイントとは言いません。どうだ、なかなかの下りですからね、勢いつけていきたいところですけど、どうだ、ギリギリか。よー、ギリギリ滑っている。さあカーブ地点へと差し掛かりました。クイックをしています。これはまさにクロスカントリースキー。どうだ、いけるか。あっと、ああ焦げてしまった。これは思わぬタイムロス。この辺りは路面が上方向してますからね、まあ、転ぶのもやむなしですね。苦しい言い訳が飛んでいます。さあクイックで前へと進む。しかし最初の方よりは板が滑っているか。だいぶ使い方が分かってきた感じがしますね。しかし体力を消耗する滑り、この後の上りどうなるか。さあラスト上りへと差し掛かりました。おっと、もうクラシカル走法だ。そうですね、まあ、上りですからね、ダイアゴナルでしっかりとペースを刻んでいきたいところですね。しかしややペースが落ちてしまったか。ここ最後の上りペースを上げてしまいたい。おっと、最後の上りペースを上げる。汗が全身から吹き出る。黒缶板を作りたい、その情熱を表現するかのような息遣い。持てる力を全て振り絞って、これが黒缶 DIY グラップリ無事ゴール。私の名前は平賀太一キート。ある日私は3人と雪山で登山をしていた。あれからハイキングに来てるようなもんだ。すると油断していたウォルターさんが設計から滑落してしまった。ジンが一人で救助に行ってしまった。まともに行っても追いつくことはできない。そこで私は毛布を水で凍らせてスキーを作って追いつこうと考えた。さすがピートンさんだ。待って待っててくれ。待ってくれジーン。軽さ重視で設計しました。体力で勝ちます。さあ2番目の走者橋本選手スタートしました。しかしこちらも全く滑っていない。早くもクラシカル走法へと切り替えていきます。この切り替えの速さは第2走者の強みでもあるかもしれませんね。早ければ何でもいい、それが黒缶 DIY グランプリ。さあ下りへと差し掛かりました。滑るか、いや全く滑れない。
やるだけやってみたって感じですね。ああ、無駄なクラウチングです。あと指が邪魔、指が邪魔だ。撮影者の技量ですね、ここは。さあ、カーブ地点です。おっと、以前全く変わらぬペースで進んでおります。非常に軽やかで、表情もなんだか明るい感じがしますね。しかし、フォームだけ見ると黒感をしているのが甚だ疑問ではあります。まるでマラソン走者のような感じですね。元陸上部マラソンはお手の物です。いいテンポですね。雪を塞ぐ大地から荒い息遣いとともに男が舞い戻ってきた。必ず必ず勝つ、その決意だけが男を前に突き進みます。ブチゴーカムイクロカーン。あいつらには勝てそうな気するんで。いや、まあ、まず前提として1位で、できればこの 1km コースの自己ベスト出したいですね。ラストの選手、三上ヒット、早くも転倒。これ右に行っちゃったんですか。いや、板が崩壊してしまいました。これは苦しい立ち上がり。しっかり気を取り直して、ここからの 0.9 キロ頑張ってほしいですね。さあ、板を装着し直し、スタートします。どうだ、いけるか。おお、クラシカル走法、じゃあダメだ。このレースの回答ともいえるクラシカル走法も全く使えない。なんだこの板は。自分なりの滑りをなんとか見つけてほしいですね。さあ、下りへと差し掛かります。ここはソリの本領を発揮できる場所です。左右の板を使って、ああ、大きく足を開いて、おっと、今大会一の滑りを見せています。ようやく板が滑ってるところが見られましたね。しかし、下り終わったら全く進まない。なんだこの板。さあ、カーブ地点と差し掛かりました。おっと、滑りに変化が見られるようです。ダブルポールでいい滑りを見つけたんじゃないですか。さあ、この板の回答をようやく見つけたようです。特性を利用して前へ進んでいきます。あ、ラストの上りへ差し掛かりました。しかし、全く進んでいない。そりでは坂は登れない。さあ、ゴールが見えてきたぞ。辛いこともありました。苦しいこともありました。ある人は彼を愚かだと言い、馬鹿にもしました。しかし、これは挑戦。長い黒缶の歴史への宣戦布告、下克上なのです。無事ゴール。もう終わってる。結果発表。第1回黒缶 DIY グランプリ優勝者は橋本潤。やったー。ありがとうございます。感想一言お願いします。そうですね、かなりこれには作るのに時間をかけて、丁寧に細かいところまで作ったので、その努力がうまく実ったと思います。次につなげていきたいと思います。それでは第2回黒缶 DIY グランプリでお会いしましょう。さようなら。